にちは、テマです。今日はダチョウを食べてみたいと思います。品名、冷凍ダチョウ肉。これね、ダチョウのフィレ肉、なんか一番いいところを取ったいいやつらしいよ。ダチョウはもう牛とかそういうものだと思ってステーキにするべきなのか、それとも一応鳥なので焼き鳥にするべきか、ちょっといろいろ悩んでいるんですけれども、美味しく調理したいと思います。お肉が赤くて綺麗。まずね、塩からいきます。これ塩コショウだけで炙った素材の味を楽しむものです。これ火通ってんのかな、結構赤くて不安になるんだけど。こういう肉色の気がする、あの牛肉ですね。これは鶏ではない。いや最初鶏かなって思ったんですけど、完全にビーフ寄りです。これ多分黙って食べたら牛と見分けつかないんじゃないかな。今度は紅茶で下味つけた方のステーキいきます。おいしい。これめちゃくちゃ美味しいよ。え、なんで売ってないの？これ牛だよ。完全にステーキだ。でも高級なビーフステーキ食べてる感じ。じゃあ続いて普通のステーキソースいきます。あ、でもね、紅茶の方が美味しい。私は紅茶の方が深い甘みがあって普通のステーキより美味しいと思う。うずらも良かったけど、これもかなりいいですね。これ最高ですね。じゃあ今度は焼き鳥行きたいと思います。これはこれでなかなか、まあ旨味が抜けちゃったのかな。アクが強い分旨味も抜けちゃった気がして、ちょっとパサパサしてる。焼きすぎたのかな。個人的には紅茶ステーキが一押しです。皆さんぜひ食べてみてください。これ本当に美味しい。ご視聴ありがとうございました。